皆さんこんにちは。異常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはビジネスを加速させるためには余計なプライドは捨てた方がいいというお話をしたいと思います。ビジネスのですね、特に初期の頃ですね、例えば会社員から独立をしたとか、全くわからない畑違いのところに入るわけですよね。独立して自分で自ら集客をして自分で稼ぐというのはサラリーマンをやっていた時にはおそらくやったことがない内容になると思うんですよね。だからその時には、ほぼ自分は赤子状態です。何も知らない、何もできない赤子状態だと思った方が良くてですね、でその時にどういう自分が経歴を持って、どういうことをしてきてとかっていうのもほぼゼロリセットになると思った方がいいです。世間的にはですね、もちろんその経験値は体の中に持ってるから、それは生かしていくんでしょ、ビジネスに。当然だけれども、その精神的な部分ですね、メンタル的な部分だから、プライドっていうのがですね、変に働いて邪魔をすると人に聞くことができないとか、あとは人から何か意見をもらうことに対して自分が勝手にプライドが傷つけられて落ち込むとか、そういう方に気持ち思考がいってしまうんですね。ですからそうじゃない、余計なプライドっていうのは捨てていく方がビジネスはうまくいくよって感じたことがあったので、それを今日はお話をしたいと思います。今日のお話をする上でのエピソードのきっかけっていうのがですね、ちょうど今言ったような会社員から独立自営で、教室を建てるっていうクライアントさんとね、お話をしてきた時に感じたことだったんですね。その考え方が、私と違っていたからです。でどちらが間違ってて正しいっていうことではないんだけれども、特にビジネスの初期の頃は我以外みなしみたいな、要はもう 誰でも師匠みたいなぐらいの感覚で考えていく方が多分吸収できる、いろんな事象とかいろんな案件とかいろんな内容を吸収することができるので、多分その方がいいんですね。でじゃあ今回そのなんでその方のことをねそう思ったかっていうと、その方は前職が同じ同業界のところから独立自営で入ったんですね。でその前職を辞める時にですね、その教室を開業するから辞めるって言わないで辞めてるんですよ、でこれはいろんな事情があるのでもちろん全然構わないんですけれども、同業界なんです、内容的には、業界的には。で例えば私は、パンで教室作りましたけど、パンコネキの会社でパン教室なんで、パンっていう業界では一緒ですよね。私の場合には当然辞める場合には教室を立ち上げたいということで辞めるっていうことで言っていて、でその、例えば会社のコネキをもともと売ってた人間ですから、会社の方もそのじゃあコネキをね、販売販促をする教室になってってくれよみたいな感じとかで、私もそれを使ったコースを作りますっていうことで言ってあるので、何かその困ったことっていうか会社としても協力できることがあれば何か言ってくださいみたいな、私もちょっと会社の方でじゃあ例えば初期の頃ですね、こういうイベントレッスン立てるんでって言ったら会社の方のホームページの方にそういうレッスンができる教室みたいに載せてもらったりとかですね、そういう同じ業界だからこそ、相互関係みたいなの持ちつ持たれつでやることができて、で、円満退社なんですけどね、それをしてるんです。でその私とお話しした方っていうのは、なんで会社を辞めるときに独立する、しかもその業界が一緒の業界で独立するって言えなかったかって言ったら、いやその自分はもともと事務職でもちろん通ってて技術は身につけてたんだけど、そんな事務のくせに、それより現場でねもっとちゃんとできている技術を持った人たちがいるような会社の中で彼女はできるわけがないってきっと思われるだろうから言えなかったっていうふうに言ってたんですね。でそれっていうのは逆に考えるとですね、すごいもったいないなと思って、だって自分より技術がある人がいるっていうのを業界的に分かってるわけですよね。だとしたら自分がその教室をもしも立ち上げたとしたら、その第三者として
教室の技術技量としてどうなんだろうって意見が欲しい、まあ、お金を払ってもいいですよ。で、まあ、来てもらって例えば食べてもらってとかね、それを実際にレッスン受講してもらってどういうふうに感じたか、どういうふうに変えていったらいいのかとか、プロもっと自分より実力があるっていう人の意見であればなおのことを貴重でもらった方が得なんですよね。だっていきなりお客さんに自分がまだねどういう右も左もわからない状態で、サービスを提供するよりもちょっと厳しめでもそのさらに自分より実力が上って思ってる人から意見を聞いて組み立て直しをすることができるんだったら絶対にその方がお客さんにとってもいいんですよね。だから私はなんでそれを言えなかったのかっていう話をした時に、まあ、そういうもともとその業種じゃなかったのにやるって言った時にあいつはできると思わないっていうふうに言われるのが嫌だったからっていうふうに言ってたんですけど、いやそこは別に言われたって構わないじゃないですか。だってその人たちにとっては未知の世界の部分で、でも自分がそれでできればいいわけですよね。見返すっていう言い方も変ですけど、だからできればそれはできたんだ頑張ったなあいつみたいなぐらいになるぐらいじゃないですか。だからそこで何が邪魔したかっていうと、できなかった時に笑われるみたいな、できなかった時の自分が恥ずかしいっていうことで言えなかった。だからそれは裏返せば自分の中のプライドですよね。はい、だからもったいないんですよね。本当はそこで言ってたとしたらもしかしたら応援してもらえたかもしれないじゃないですか。もしくはその実際に来てもらってアドバイスもらうっていうことだって依頼することもできたかもしれないじゃないですか。だから自分の恥ずかしさとか、自分のプライドですね、それを守ることの方に注力をかけちゃうと、せっかく学びを得る機会があったかもしれないのにそれができないことになっちゃうのは非常にもったいないなっていうふうにね思ったんです。だからむしろアドバイスをもらった方がいいんです。だってお客さんにお金いただくわけだから、それを考えたらすごいいいサービス作ってる方が絶対いいんですよ。洗練されたサービスを、でその機会を自分が、まあ、潰したっていうか、その人じゃない人でも構わないんですけれどもね、むしろその厳しめな意見くれる人ほど、承知したいっていう感じですね、私だったら。はい、だから身内でむしろ言ってくれるんだったらそれでもいいし、まあ、私の場合とかだったら独立した時に私が逆に訪問してお付き合いしてた、パン教室の先生とかもオープンするっていうんだったら、あ、じゃあ高橋ちゃんとか呼ばれてたりしたんで、高橋さんがオープンするんだったら私行ってみたいわその教室とか言って言われて、オープン当初ですね、一般人を、まあ、ある程度一般人の中上級レベルの人を集めようかなと思って作った教室だったんですけど、オープンして5割が先生でしたね。知ってる先生じゃない先生とかも入ってきて、だからもともとそういう人にさらされる環境ではあったんですけど、なんでそれができたかっていうと、日本ニーダーっていうそのパンコネキの時にパンをこねる機会を介してだとしても、講習会を私会社の主催でやってたんですね。その時全員パンの先生です。そこに対してものを教えていくっていうのをやってた経験があったので、まあパンコネキに関しては私の方が知識は上ですからね、パンに関しては先生の方が上だったとしても、そういうので意見交換とかしたりして自分を成長させてたりとかしてたんで、とにかく自分が知らないことは何でも吸収しようって思ってたのが1年目でした。特に自分より技術がある人、技量がある人の意見は全部取り入れようと思ってたんで、この時に余計なプライドはいらないんですよね。もう何でも教えてくれる人ならもう何でも教えをこう、それが、年下だろうと年上だろうと、もちろん技術的に素晴らしい人からの教えが一番いいですけれどもね、そうじゃない観点からのふっとしたこと、要はお客さんに近いような目線を持ってる全く の素人さんっていうか、そういう人からの意見とかもね全部取り入れてましたね。自分のお客さんの属性に近い人だったら、で特にプロの意見をもらえる場っていうのは見てもらえるだけでラッキーでありがたいって思ってやっていたので、プライドっていうのはなかったですね、その時には。はい、もうとにかくどんなことでも全部吸収する、言われたこともああなるほどっていう学びがね必ず1個とかはあるんです。あとはだからその学びがあるっていう姿勢で聞くか聞かないかですね。で私の場合にはあまりこうああ言われた落ち込んだとかっていうのはね考えないんですね。
お客様のためのサービスのブラッシュアップのための意見であれば、あ、そっか、そこ足りなかったんだ、あ、ありがとうっていう感じなんで、落ち込むっていうことが基本ないんですよね。なぜなのかなって考えたら、多分お客様のためにサービスを磨いていきたいという気持ちの方が強いから、その時に、まあ、それ言われることは、気分はそりゃいいわけじゃないですよ。だって足りないことを言われ指摘されるっていうことだから。でもそれはむしろありがたい。だって自分で探しにくくって分かんなかったことを言ってもらってるわけですからね。だからその自分が可愛いと自分を守りたくなりますね。まあ、それがプライドっていうことになるんですけども、自分はどうでもいいっていう言い方変だな。自分が提供するサービスがお客様にとってよりいいものになる分には自分のプライドなんてどうでもいいじゃないですか。だからそれこそ頭を下げて聞くとかだって全然やりますよ、普通に。素晴らしい教えをもらえるんだったら。なのでその貪欲さがあるかないかがサービスの質をどれだけ向上させるかどうかっていう点に、なっていくんじゃないかなと思うんですね。私デザインの方とかといろいろ組みますけれども、外注さんと結構細かいんですよ。でなんで細かいかっていうと、いろんな腕のいいデザイナーの方と組んでるからです。でその方たちとお仕事すると、あ、こういうところにこだわるんだ、こういうところにこだわるんだっていうのが分かってくるので、それをあらかじめお客さん目線で知ってそれをお伝えするっていうのができるようになるんです。だから経験値がいろんな人と組めば組むほど増えていきますよね。でそれは無茶難題を言うんじゃなくて、お互いにとってお客様を喜ばせようっていう方向が、一つの方向は一緒なので、そこに向かって仕事をしていける人とだけパートナーを組んでやっているので、そうするとそれを伝えると、あ、そうだよねっていうと向こうも納得してくれて、さらにいいものを返してくれて、それで私がまた言ってって、これでものすごいこう2人のこう力の結晶でいいものができていくっていう、そういうお付き合いをするケースがあるので、この観点において指摘されたとか、なんか自分にとってこう痛いところ、疲れたって思っちゃうタイプの人だと伸びないです。だから特に初期の頃はいろんな人にいろんなこと言われた方がいいんです。だから落ち込んでる暇がないんですよ。だって改善しなきゃいけないから。だからここがちょっと勘違いをしてる人は、そういうふうに批判されたとか、同業者にね、なんかこういう私がレッスン作ってこういう金額つけると、あの人ろくにそんな知識もないのにとか言われるのが怖いからできませんとかいう方もいらっしゃるんですけど、もちろんそれはそれでありですよ、目線として。ただそれ以上の違う何か付加価値をつけることができている、自分には自分が持っている能力っていうものをプラスアルファでこういうものが作れるっていうのを自信持って言えるのであれば、他人が言うことなんて全然関係ないんですよね。だから傷つくのは自分のプライドだけです。まあ、そんなのどうでもいいじゃないですか、別に。いいサービスが作れるんだったら。でその割り切りができるかできないかが、特に開業1年目から3年目の方は、自分を可愛がるよりもお客様のためにどうできるかっていうことで、自分の体を差し出せるかっていうことの方に注力した方が、結果として早く事業が立っていきます。はい。自分かわいいかわいいで家にこもりながら傷つかないように前に進もうとすると、速度はものすごく遅くなります。なぜならばブラッシュアップされていく方が速度が10倍速く、サービスがいいサービスに仕上がっていくから、結果として売り上げも上がるし、結果として集客も勝手にできるようになっちゃうんですね。だからその思いを誰かに指摘された辛いっていう思いで受け止めるのか、お、また一つサービスの質が上がったよとか思って、トライしていけるのかの違いかなというふうに思うので、まとめますと、ビジネスを加速させるためには自分をいたわる余計なプライドは捨てた方がいいというふうに思っているのが私の持論でございます。なので特に初期の頃の方はですね、自分可愛がりすぎてませんかっていう、だからチャレンジする気持ちとか、誰か大事な人の意見を聞くのを見塞いでませんかっていうのをちょっと考えてみていただけるといいかなっていうふうに思いまして、お伝えしてみました。それでは。